はい、ちょっと参拝させていただきました。こうやって靴を脱いで上がることができます。中はですね、金の大きな阿弥陀如来様がいらっしゃいまして、何をこちらでするかっていうと、道場でして、どういう道場かっていうと、祖先に感謝するための道場です。なので私はこちらで手を合わせていただき、お父さんお母さん、祖先、英霊の皆様に感謝し、お礼を伝えさせていただきました。そして、これからも世のため、人のため、恩返しのため、精進しますということを誓わさせていただきました。すべては尊天にて増します。すべては尊天にて増します。すべては尊天にて増します。ありがとうございます。愛してます。中にはですね、ろうそくや線香、お線香を立てる、ところがありまして、ろうそく、まあ、30円ぐらいでしたかね。お線香は、なんていうんですか、お気持ちのお支払う形なんですけど、僕ちょっと神経質なんで、線香やってそのままにして、なんか火災になっちゃったら不安なんで、誰もいなかったんで、誰もいなかったんです。僕一人だけだったんで、ちょっと不安になっちゃったんで、何もしませんでしたけれども、和室になっていて、結構広いですね。もう50人ぐらい入れるぐらいような広さで、でこちらに正面に金の阿弥陀、金の、阿弥陀如来様、ちょっとすいません、僕その得意じゃないんで分かんないですけど、ちょっと間違ってすいません、いらっしゃって、左手にもいらっしゃって、誰かが、神様いらっしゃって、仏様がいらっしゃってて、でそんな感じですね。で、なんか線香を立てるところが3箇所ぐらいあって、まあそんな感じですね。はい、ちょっと正座で手を合掌させて、参拝、させていただきました。とても、貴重な体験をさせていただき、そして、祖先に、感謝の気持ちを伝える機会をいただき、本当にありがとうございます。愛してます。すべては尊天にて増します。すべては尊天にて増します。すべては尊天にて増します。こんな感じです。本当ね、取れないのが残念です。すごいね、すごいいいとこでしたね。これみんな知らないんじゃないですかね。これすごい良かったです。